今日あの監督も一緒の舞台挨拶ですので、やっぱりそれぞれのね、まあ、あの皆さん直接聞きにくいでしょうから、僕どうでしたっていうところをね、それぞれせっかくだから監督に伺いたいと思うんですけれども、うん、佐藤さんはいかがでしたですか。お願いします。素晴らしかったですね。嬉しい、ありがとうございます。あ、そうですね、あの今ね、ネタバレ的なことは難しいので監督言葉選ぶと思うんですが、なかなかもうちょっとだけ教えてください。どういうところが良かった。クライマックスのあたりにとてもいいお芝居のところがありますんで、皆さん楽しみにしておいてください。はい、ありがとうございます。嬉しいです、はい、泣いちゃうかもしれませんけどまあちょっとね、はい、しっかり見ていただいて。佐藤さん、あまり言えないと思いますが、はい、クライマックスの部分近いところでのご自身の演技、はい、ご自身としてはどういう手応え。いや、十分できたなと思ってたんですけど、うん、相方の匠のがもっとできたし、めっちゃかっこよかったです。いや、うん、はい、終盤ね。いや、まあねえ、とても大事なシーンですね。はい、はい、見ていただけたら分かると思います。はい、はい、さあ、では監督、はい、瀬口さんはいかがでした。正直、瀬口以外は全員泣くお芝居があったんですね。あ、はい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 。で、一人ないんですけども、うん、最後にある役者さんの涙を誘うようないい芝居をするんですよ。監督、嬉しいです。今泣いちゃった、今泣いちゃいました。なかった、ごめんなさい、なかったね、関係は終わっちゃいました。そう、あのとてもこう明るくて優しいっていう表現がものすごくこう、はい、カラッとやれたので、あの逆にすごくこう悲しかったりとか、それが、する場面があります。はい、ありがとうございます。はい、さあ、そして金城さん、陸上の先生には褒められたと、はい、いうことですが、監督いかがでした。実は一番最初不安でした。ほう。ところがですね、切ないシーンがありまして、佐藤大樹君との、ここは素晴らしかったんですよね。あとやっぱりフィジカルが、さっきの陸上の練習もそうですけど、アクションのシーンがあるんですけど、これできんのかなと思いながら、じゃあこれやってって結構軽く言っちゃったんですよ。はい、そしたらさらっとやれちゃったんですよね。よくできたねって思わず言っちゃいました。それは本当に、これはやっぱりなかなかアクションやる方でも難しかったと思います。さあ、いかがですか金城さん。めちゃくちゃ嬉しいんですけど、本当にありがとうございます。はい、あのそうですね、なんか自分自身もこの作品をこう撮影しながら、それこそ最初本当に自分自身も不安で、はい、どう演じたらいいんだろうとか本当にもう考えながらやっていて、なんかまあそういう部分ももしかしたらこう作中に見れるかもしれないし、うん、さっき言ったアクションシーン もう個人的には本当に一押しの自分のお気に入りのシーンなんで、ぜひその場でこう楽しんでいただけたらなっていう思います。はい、そして今監督からあった佐藤さんとのね、共演の部分ですけど、佐藤さんはどんな印象ですか、金城さんとのその場面。すごいよね、本当にそのシーンに対してものすごく真面目に取り組んでて、はい、監督これ見てください、これ違いますかっていうのをすごい聞きに行ってたんですよ。で、それを監督も自分が納得いくまでずっと OK を出さずに何度もやって、それを繰り返したことによって本当に素晴らしいお芝居でした。すごい、マジで一緒にいてなんかすごいもらうものがあって、ぜひ見ていただきたいです。褒められてますよ、褒められてますよ。ファンサイもらっちゃった、ありがとう、はい、めちゃめちゃありがとうございます。はい、さあ監督、はい、木俣さんはいかがでした。します、どうですね、実はとてもあのお芝居として、裏を持ってるキャラクターだったので、バックグラウンド、はい、はい、すごく難しかったと思うんですね。で、その時に裏があるぞっていうちょっと微妙な芝居の時が抜群にいい芝居をしたんですよね。もう本当スタッフがモニターの前見てて、これすごいねってみんながこうため息のように言ってました。うん、言いました。嬉しいですね。はい、本当にです。なんかあの僕もそうあの感動した部分があって、あのこのずっと長い間一緒に撮影をまあ、みんなでしてるわけじゃないですか、はい、その時に監督ってもう監督なのでずっといなきゃいけない存在で、あの僕たちのことをずっと見てくださってたんですけど、その時にあの監督がこうモニターしてて、あのその横顔を見た時にあの監督にすごいついていきたいなっていう気持ちがすごい強くて、はい、
あの期待に応えれるようにめちゃめちゃ頑張りました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。はい、さあ監督では続いて中島さん、はい、いかがでした。素晴らしかったです。一言まずは、はい、なんていうの、自分が、まあその陸上部の設定があって補欠だったりするんですけど、その時に何だろう、自分が選手になれないっていうよりも、仲間と一緒に優勝を体験したいんだとか、そういう感じがすごく伝わってきて、最後の方、まあ彼が大変なことになるところがあるんですけど、そこで回想する時に、みんなが走り終わってワイワイやってるところを、一人こっちから見て近づくっていう表情があるんですけど、これはやばいですね。やばい、しっかり見ていただいた方がいいと思います。はい、短いですがちょっと、うん、当然今のシーン中島さんね、はい、お分かりだと思いますが、はい、いかがですかご自身の手応えは。その瞬間がクランクインのその日だったの で、ね、それはい、今それを言っていただけてとても嬉しいですし、うん、こう監督が常にこう撮影中も言っていただいてたのが、はい、こうアーティストとかじゃなく一お芝居を、全員のお芝居を見てて、それを本気で俺は向き合うからっていうのを常に言っていただいていて、こういい芝居だったら1回で終わるし、ダメだったら監督が思ってるものじゃなかったりとか、もっといいもの出せるんじゃなかったかなと思ったら何回もこう時間を関係なくやらせていただいたので、そこの監督の思いというものを感じて全力でやらせていただきました。さあでは監督、はい、川西さんについてお願いします。もうね、本当に現場でどんどん成長お芝居がするっていうのはこのことだなと改めて思いました。後半になるんですけど、これも、大事なシーンが、まあ、そうだとあるんですね、はい、でそこで、まあ結構そのお芝居が出来上がるまで時間がかかったんですよ。で、まあ、どうかなと思って様子を見ていたら、どんどん、まあ別のシーンを撮るときもどんどんお芝居が良くなっていって、最後はある建物の一番高いところに行くところがあるんですね。攻めてますね。攻めてる、そう、結構攻めてる、攻めてる、言葉選びながらも攻めてますね。はい、はい、でその時に、まあとあるちょっと相手がいるわけですよ。はい、でその時にみんなを思い出してする芝居があるんですけど、これはテストから同じテンションでした。で、正直テストの部分も使いました。あ、なるほど。はい。仕上げの時にってことですね。はい、もうお芝居が良すぎて、それは。はいはい。これは川西さん、やっぱりある種、とても今の監督のご説明のシーンは、映画の中でもとても大切なシーンの一つだと思うんですけど、はい、気持ちがやっぱりすごく入ってた。そうですね。結構、大変なこのスケジュールの中、撮影していたので、結構思い出がギュッと、できてたんです。なんかその僕の頭の中でその思い出が、だからその時に結構、振り返りやすかった。フラッシュバック？振り返りやすかった。振り返りやすかった。っていうのは結構そういうスケジュールを組んでいただいた方に本当に感謝したいなっていう。スケジュールを組んでいただいた方に、あんなに監督が褒めてくださったのに、スケジューラー、ゆっくりスケジューラー、スケジュールを組んでくださった方の、まあ塩梅が良かったと。あ、そこはそうなんですけど、それもあるし、あるし、それもあるし、そのシーンで、その先ほど監督がおっしゃったように、その誰かのことを 思うっていうシーンがあるんですけど、なんか監督が、これ分かんないです、僕の感覚なんですけど、いいですよ、そのテストというか、テストの前の段取りでちょっと涙流されてたんですよ、段取りの時点で。でなんか僕はそれがすっげえ胸に刺さって、でそのテストやりますってなった時、本番やりますってなった時も、監督の顔も思い浮かべてしまいまして、はい、それでああいうちょっとシーンになりました。